皆さんこんにちは、ビーバーゆうです。今日もですね、早速楽しくやっていきましょう。レッツフリッキン、イエス。今日は倒立旋回だよ。はい、来ましたね。ブレイクダンスの、大切な基礎練習にもなっている倒立旋回を今回ご紹介したいと思います。まあ、流れとしてはですね、各ステップごとに、やり方の方をご紹介して、その後にですね、各ステップごとの練習方法や注意点などをご紹介したいと思っています。まあ、主な流れとしてはですね、こんな感じでスケジュールがありますので、まあ、最後までご覧いただければ幸いです。まあ、倒立旋回はですね、まあ、ブレイクダンスのパワームーブがあるんですけども、そのパワームーブをやる上で大切な基礎練習となっています。まあ、倒立旋回、まあ、その名の通りですね、まあ、倒立をした状態で足を開脚してぐるぐる回るんですけども、その動作がですね、非常にパワームーブの基礎練習となっていますので、ブレイクダンスにはですね、まあ、90といった技や、まあ、エアトラックスという大技があるんですけども、そういったいろんなパワームーブの、あの基礎練習となっていますので、この倒立旋回をですね、ぜひですね、キレッキレなパワームーブになれるように、この倒立旋回ぜひ覚えてですね、たくさん練習の方をしちゃってください。それではですね、早速楽しくやっていきましょう。はい、それではですね、早速解説の方をしていきたいと思います。まずはですね、倒立旋回をする上で、あの倒立した状態で、回転していきますので、まずは、倒立をしっかり安定してから、この倒立旋回の方をチャレンジしてください。まあ、倒立のですね、安定の目安としてはですね、まあ、5秒から15秒くらいはですね、しっかり、安定できると、この倒立旋回ですね、より効果的に練習できると思います。ではですね、早速ステップ1やっていきましょう。まずはですね、開脚倒立をしっかりピタッと止まってください。で、その状態でですね、まあ、体をですね、回転方向に回しに行きます。その時に、まあ、逆手の方に重心が乗るので、しっかり重心を乗せます。で、少し回転したなと思ったら、そのまま、また軸手の方で支えます。で、そしたらまた回転しに行くので、そのまま逆手の方に取りに行きます。まあ、こんな感じですね。まずしっかりですね、倒立をよいしょ、開脚倒立をして、回転方向に体を持っていきます。そうするとですね、軸手に乗って、右手、左、右手、左手、よいしょ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 。こんな感じでですね、回転できますので、まずはここを、しっかりですね、やってみてください。はい、次にですね、ステップ2になります。まあ、ステップ1でですね、まあ、大まかな倒立旋回の流れは、分かっていただいたと思うんですけども、今度はですね、もっとスピードをつけるために足を振っていきます。まあ、足を振るって言ってもですね、基本的には、開脚倒立をキープなので、足はキープした状態です。しっかりキープしてください。その状態で、上半身の、重心移動に合わせて足を動かしていきます。なので、パワームーブみたいにこう極端にブン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 振ったりはしないので、まあ、そこはバランスよく、やっていきましょう。こんな感じです。開脚をキープして、中心移動に合わせて、足を振っていきます。よいしょ。って感じでですね、最初はですね、上半身の重心移動に合わせて動いてたので、ゆっくりだったんですけども、慣れてくるとですね、今みたく重心移動に合わせて、足をですね、こう固定した状態なんですけど、こう、中心移動に合わせて振ることができます。そうするとですね、早い、綺麗なある倒立旋回ができると思いますので、ぜひですね、こっちも頑張ってやってみてください。